最強のビーストが今ここに激突。ビーストサーガ最強激突コロシアム。テレビアニメで大人気のビーストサーガが任天堂 3DS に登場。離れて剣、怒涛の剣戦、必殺技で一発逆転、豪快なビーストアクションで敵を打ち倒せ。最強激突コロシアムでは1対1のバトルはもちろん、最大6体が入り乱れるチームバトルが楽しめる。3体のビーストでチームを編成してビーストファイト。ビーストの個性を見極めたチーム編成が勝敗の鍵を握る。バトルに勝つとビーストが成長、自分の好みに合わせて好きな能力を伸ばしていこう。お気に入りのビーストを鍛えて最強を目指せ。陸海空の種族から多数のビーストが参戦。ブロリア王国国王ライオウが。政治的な駆け引きは苦手、己の行動が民衆を動かすと信じている豪放雷楽な王、鉄拳ドーモ王の異名を持つ。とある理由で自らの牙と爪を封印している。デスハート団総督キラーシャーク。残酷で無慈悲なシャーク3兄弟の長兄。圧倒的な力で欲しいものは何でも手に入れる海賊団のボス。全身狂気で特に噛み砕く破壊力は尋常ではない。風の戦士団団長キャプテンイーグル。誰もがその実力を認め、凛とした態度で風の戦士団を率いるリーダー。争いのない世界の実現を目指し努力を怠らない理想主義者。この他にも総勢30を超える多数のビーストが登場するぞ。ストーリーモードではビーストたちの物語を体感しながらバトルが楽しめる。ライオウガが主役の物語に加え、キラーシャークなどライバルたちが主役の物語もあるぞ。バトルに勝ち抜き物語の結末を作るのは君だ。ソフトが2つあれば通信対戦もできる。鍛え上げたビーストで友達と真剣勝負だ。さらに最大3人での協力モードも搭載。通信プレイでより熱く盛り上がれ。任天堂 3DS ソフトビーストサーガ最強激突コロシアム7月25日発売。